質問来てた。防護服を着ない時と着る時の違いは何ですか？防護服を着ない時は刺される危険がほとんどないと判断した時です。防護服を着る時は刺される危険がある時。ニホンミツバチは温厚なので刺激しなければめったに刺しません。ちょっと観察するくらいなら防護服は着ないことが多いです。寒い日や冬は巣箱に近づくだけで攻撃されるので近づかないか作業をするときは必ず防護服を着ています。刺される危険があるのは木に固まったミツバチを捕まえるとき、蜂蜜を取るときなどです。こういうときは必ず防護服を着用しています。それから蚊に刺されにくいので蚊がいっぱいいる場所でも着ています。